Radio Diary, June the 16th, 2022, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2022年6月16日、林博史です。おはようございます。今日はですね、最初にクリーベレーの絵を紹介しました。ビデオナンバーは3956-15ということになります。そのクリベレはですね、ちょうどダヴィンチと同じ時期の同じ頃の画家ということになるわけですけども、奇妙な絵を描いています。でその絵にはですね、中央上にですね UFO、 まさしく現在でいう UFO が描かれてですね、そしてその UFO から細い光線が出ています。その光線がですね、壁を貫いて、そして家の中にいる、私はその女性をですね、ベタニアのマリアと判断していますけれども、今日はそのテーマではありません。その女性のがですね、台所で多分、料理か何かそのようなことをしているのだと思いますけれども、その人物、女性にですね、その UFO からの光線が届いているという絵です。つまり光線がですね、壁を貫いて飛んでいる様子が描かれているということです。で今皆さんご覧いただいているのはですね、2020年の10月24日に起きた、私の部屋で起きた怪奇現象ということになります。その中の一コマにおいてですね、このような細い物体がですね、右上から左上にシュッ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 と走りながらですね、その途中でどうやらテーブルを貫いて飛んでいるのが分かります。ここが今日大切な話といいますかポイントですから、注意深くご覧ください。右上からですね、左下の方にラインが走っていきます。でこれは光なのかというと、光ではないんですよね。光であるならばですね、ビデオカメラのいわゆる撮影速度程度の範囲ではですね、このように2つに分かれるということはないわけです。どんな形であるんですよですね。何しろ光というのは秒速39万キロで、進むことができるからです。となるとこれはですね、何かこの線状の物体、私はこれを線の形のね、ラインの形の UFO と位置づけていますが、よく見るとですね、ギザギザなんですよね。ではなぜこのようなギザギザが生まれるかということなんですけども、私は高速で回転しているためと判断しました。そしてそれがですね、テーブルを貫いているということです。そして後には鉱石も残ってますね。もう一度後でこの画像を見ていただきますけども、これがクリベロの描いた絵です。左上に UFO、 誰が見ても UFO が描かれているわけで、その UFO から一本の光線が伸びてですね、そして右下のですね、女性の頭のところまで届いているということで、その時に途中でですね、一度消えてですね、そして再び部屋の中で現れているということです。でこれをですね、私先ほどお見せしました、そのいわゆる私の部屋に飛び回ったですね、小型 UFO と私は位置づけてますけども、の様子と比較してみるとですね、同じということになるのではないでしょうか。左上のですね、小さい黄色い丸のところで一旦消えてですね、そして直線的に進んで右下のその女性の頭のところに来ていると、そういう構図なんですね。でこれはダヴィンチの時代の絵ですから、後の人たちがですね、例えばですよ、私の話を聞いて捏造した絵ではないということですね、確たる証拠ということになるわけです。でその当時はこれがですね、おそらく、UFO であるとかね、そういった種類のものであるということふうには認識、あるいは理解されていなかったものと思われます。ところがその左上の物体はですね、これは誰が見ても現代の私たちの知識をね、持って判断すると UFO ということになるわけです。その UFO から細い光線が放たれ、上の矢印のところで一旦消えてですね、そして右下の矢印のところでまた現れて部屋の中に飛び込んでいるということです。その途中にですね、1羽の鳥が描かれています。鳥といえばですね、アンドレ・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの描いたあのイエスの洗礼の中に描かれている鳥ということになるわけですけども、要するに片目の鳥、つまりマルドックということになるわけです。でこの光線の様子を見比べていただきたいんですけども、
ただここで私一つね、間違えた点がありますから、ここで訂正しておきますけれども、クリベルの絵の中に描かれている光線はギザギザラインではありませんでした。さらに高精細ないわゆる、写真、絵の写真が手に入りましたのでね、調べてみましたら、ギザギザのラインではなくて一本の、直線に描かれています。ギザギザに見えるのはですね、おそらく、その解像度の悪い写真で、比較的ね、で撮られたために、そのように、要するに電子工学的なね、要するに雑音のようなものではないかと思います。ですから、クリベルの絵の中に表現されているその光線はですね、ギザギザラインではありませんでした。当時私はこれをギザギザラインと判断してですね、で右下のライン、私の部屋を飛び回った2020年の10月24日に飛び回った、いろんなものは飛び回るんですけども、その中の1コマにこのようなものが映っていたわけです。こうした光線がですね、ある瞬間ですけども、全体の10秒数にすれば5、6秒、10秒足らずの間にですね、シュ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 ってな感じで私の、身辺を飛び回ったわけです。その中の2本に今注目していただいてますけども、こうしてですね、右上から飛んできた光線が左下の方に消えていくわけです。その時に注意深く見ていただきたいんですけども、机の下へ出てきてますね。で、その光線を線でつないでみるとね、見ますとね、ややカーブを描いているというところまで分かりました。このラインもそうです。右上から左下へ、突き抜けていくわけですけども、そして突き抜けたその入り口のところにですね、何かしら黒い点のようなものも映り込んでいました。そこから中へ入ったということになるわけです。こうした物体、そして上と下をですね、線でつないでみますと、緩やかにカーブしているのが分かります。直線的に一致しないということですね。つまり、ここに、皆さんご覧いただいているのは何かということですけども、私は、超小型の UFO が回転しながら飛んでいる様子をさすが撮影されたものだと私は判断しています。クリペルの上、左の絵を見てくださいね。これ誰が見ても UFO なんですね、今風に言えばですね。そしてそれから光線が放たれ、それが壁を貫いているということです。で、簡単に言えばですね、これは私はエイリアンテクノロジーの一つと判断しています。エイリアンテクノロジー、未知の、そのテクノロジーということになるわけです。そういう場合ですね、一つ注意していただきたいことは、どうしてもこういう場合にですね、私たちは身近な、私たちの知っている知識を持ち出してですね、これはそういうものであるというふうに説明しがちですけども、それはある意味で人間の狭小なね、心の狭い、いわゆる自己中心性の現れの人ではないかと考えています。それは何でもそうですけどもね、つまり人間、人というのはですね、未知なるもの、不可思議なものに出会うとですね、身近にあるものを取り出してきて、それでもってその、不可思議な現象をですね、説明しようとする傾向があるわけです。その方が安心できるわけですよね。銅鐸は金である、でもその人ですよね。銅鏡は鏡であるというのもその人ですよね。それから前方後円墳は墓であるというのもそうですね。身近にあるものを取り出してきて、馴染みやすく、親しみやすく、なおかつ理解しやすいものを取り上げてきて、それをくっつけてですね、そしてそれで判断して安心するという、一種の人間が持つ独特な、つまりは思考回路ということになるのではないでしょうか。ともかくもですね、こうして見るとですね、ここに描かれているこの光線は何かということについてですけども、安易な、解釈、例えばね、いろんなことが言えると思うんですね。私の、例えば私の部屋を飛び回ったその物体についてもですね、そのプラズマ現象であるとかね、あるいはその素粒子の塊であるとかね、いろんなふうに説明してきてくださった方がいらっしゃいますけども、ちょっと待ったってことになるわけですよね。つまり、こうしたそのエイリアンテクノロジーを総称して、私は、総合して、私はこういうふうに考えるわけです。はるかに人知、私たちの知識、いわゆるテクノロジーを超えたですね、はるか先を行く、そうした知識や知恵であり、テクノロジーであるということです。たかだかね、100年、1000年の私たちの、進歩でしかない、進歩でしかない私たちの世界のね、この技術的進歩というものを捉えてね、それだけでもってエイリアンテクノロジーを判断するということはですね、間違っているというよりも、確率論的にそうした事実が一致するなどということはありえないわけですよね。ですから、私は、それが何であるか分かりませんし、またこういうケースの場合ですね、分からないと。しかし、現実に事実としてこういう事実はあるんだということだけは認めて、それを知った上でね、そこでストップしておくということですね。そこから先は尾ひれがついたりね、あるいは適当な解釈、妄想ね、いわゆる専門などの解釈がつ、まあ
加えられてですね、とんでもない話へと持っていく。それが結局は、世の中に、大きな混乱を引き起こしていますから、結局今私がですね、困っているのはですね、私のようなこうして、私はという言い方、ちょっとね、これ語弊があるかもしれませんけれども、真面目なそのやる取り組み方をしている人間がですね、方たちも含めてですけども、えらい迷惑をするということなんですよね。つまり、いわゆる信用度がもうゼロと言ったらいいでしょうね。もうごちゃごちゃに荒らしまくられていますからね。ですから、そうしたその、なんて言いますか、説とも戦わなければならなくなってくるわけで、ですからやっぱり正直に分からないものは分からないっていうふうにしながらですね、そしてただここにある事実だけを冷静に見てですね、この事実から私たちは何を考えるかということをベースにしてですよ、想像じゃなくて空想じゃなくて何を考えるかということにつなげていった方が私は賢明だと判断しています。で、今ね、ちょうど、The Baptism of Jesus、 イエスの洗礼と題された絵ですけども、この中に描かれている中心にいるのはシャマーシュエ、その右に立っているのが、カイン・キリストということになります。そして今赤四角で囲ったのがですね、これが片目の鳥、マルトックということになるわけです。そのマルトックの鳥をですね、上から両手を広げて、包み込むような感じになっていますが、これはグノーシスのいわゆる絵と一致するわけですけれども、要するにそのさらにその上位の神ソフィアということになるわけです。つまりアヌ王系のですね、エルシャダイ、ヤーウェ、エホバというような神ではなくてですね、同じ3人とも同じ神なんですけども、ではなくてですね、もう一つ、上のって言ったらいいのかな、アヌ王を超えたさらに高位のですね、神の手ということになるわけです。ともかくもこのような鳥が描かれているわけですけども、この鳥の下にもですね、光線が描かれています。こちらの方はどうもギザギザラインのようですね。さらにこれから先、聖地って言いますかね、精細な高解像度の写真が手に入れば、よりはっきりすると思いますけども、ともかくもここに描かれているのは、どうもギザギザのラインのようであるということです。で、紹介させていただきました。で、こうしたこのブッダ、このブッダもそうなんですけど、なんかモニター画面から現れます。そしてその左下の方へ横切っていくわけですけども、その時にですね、よく見ると回転しているような、回転しているというのはなかなか判別しにくいんですけども、回転しているようにも見えるわけですね。そしてこの電子辞書の上から入ってですね、側面から抜けて出てくるわけです。その時に抜けた瞬間ですけども、特に電子辞書の端がですね、むにゃむにゃっと歪む点に注意していただきたいと思います。空間が歪むということですね。空間が歪むためにですね、こうしてビデオカメラで撮ると、もにゃもにゃな、もにゃっとした感じになるわけですが、それだけではないんですよね。光のコーナーですよね。パウダーをまた後方に残していきます。先ほど のテーブルを貫いた UFO の時、一つ言い忘れたんですけども、入って、つか下の左下に出てきますね。そうしますとね、その右上 その入る前の鉱石、ちょうどね、飛行機でいうような雲のような、いわゆる残像が残るというのもちょっと注意していただきたいんですよね。で、今これは2020年の4月の事件の時に撮影された、小型 UFO と私が判断しているものですけれども、その後方にですね、パラパラパラっと粉が出るのが分かりますと同時にですね、空間が歪むということですね。そしてこの後、この物体はですね、やはり机の中に沈んで消えていったということになります。そのように、画像を見るとそうなるわけです。その手前で止めてしまってますけれども、その頃はですね、まだこれを分析している頃はですね、まさかね、その一つの物体がですね、いわゆる他の物体を貫くなどということはありえないということで、私自身もストレート注意していなかったんですけれどもね、その後、いろんな情報がありますか、私の部屋の中で飛び回る小型 UFO がですね、そのビデオカメラに収められたということからですね、私は注目するようになりましたけれども、世間でも注目され始めましたね。2020年の4月に、この動画を発表して以来ですね、私も見たというような話が次から次へとありましたと同時にですね、私がどこ行った時に旅館に出たとかね、何年かしている時にそういうものが出たというような、いわゆる目撃体験例というのが発表されています。私が何を言いたいかというとですね、つまりそうしたその体験例がその積み重なってですね、
まあ、その一つのまた別の事実を作り上げていくということになるのではないでしょうか。あるいはそうした事実からですね、これはおかしいぞというようなことからですね、また新しい発見へとつながっていくということではないでしょうか。まあ、事実にはそういう意味での重みというのがあるわけですね。嘘話やでたらめ話や作り話ではそういうことはありませんね。つまり、その言った本人ですらもね、3ヶ月もするケロッと忘れてましてね、あの話どうなったんですかって聞くと、私、そんな話しませんでしたよなんてね、ケロッとしてそういうふうに言う人も中にいますけどもね、嘘話というのは3、4ヶ月は続かないということですが、真実の話というのはいつまでたっても続くわけです。なぜならば、その原点において強烈なその印象が、まあ、残りますからね、その常にその原点に立ち返って話をしますから、ぶれないし、なおかつ、まあ、その忘れないということになるわけです。はい、それは今日のテーマじゃありませんけども、このアンドレ・デル・ベルクと、それからダ・ヴィンチの書いたこのイエスの洗礼の中にもですね、まだまだ私たちの知らないいろんな事実が隠されているということになります。つまり、ここに書かれている、まあ、事実はですね、つまりは事実であったということになるわけです。言い換えると、普通の絵ではないということですね。さまざまな多くのメッセージがこの絵の中に込められているということになります。で、その光のパウダーなんですけども、今この辺り、この辺り出てきますから、注意深くご覧くださいね。後方にですね、パラパラパラと出てきます。同時にですね、パソコンモニターの足を通り抜けるときに、その周辺の空間がむにゃむにゃむにゃと歪むのが分かります。そして尾を引いてますよね。これがまあ、これから、まあ、この後につなげておきますけどもね、2022年5月31日、今から16日前にですね、私の部屋の中を飛び回ったその小型 UFO 群のね、どんだかの、まあ、現象と一致していくということです。で、私ね、少し前にね、その5月31日の動画を検証しながらね、今回は光のパウダー及び空間の歪みなどは、私はまあ、いわゆる認識できませんでしたというようなことを言いましたけどもですね、それから何度も何度も見ているうちにですね、実はそうではなくて、2022年の5月31日の私の部屋を飛び回った UFO 乱舞事件においてもですね、やはり光の子らを飛び散らしながら、ね、後方部に、ね、飛んでる様があちこちで映り込んでいました。それと同時にですね、空間が歪むということですね、むにゃむにゃ、それもあちこちで映り込んでいました。それからいくつかはですね、ワープ航行、ワープのようにですね、あるところまで来て、ポッと消えて、次の瞬間、もう瞬間というか、間髪入れないで、少し離れたときにポッと出てくるというような、まあ、いわゆるワープ航行って何て、私は、まあ、いわゆるね、そういう言葉で表現しながら自分自身を楽しませていますけども、そうした飛行するところも見えています。で、私は当初ね、あれ、こんなところで動画をカットしてつないだのかななんて思ったんですけども、私はその動画についてはちょっとそういうことできない部分が多かったんですけども、普通はそうして動画をつなぐときにはですね、いわゆるインアウト、いわゆるフェードインとフェードアウトをその間に起きますというのは、パッパッと変わるとね、目が疲れますから、じーっと見てるときにはですね、優しく、まあ、月の駒へ移っていく、移すようにね、ぼやーっとして次のシーンに移るという手法をですね、当初から使っています。ですから、それは私が切り取ってつないだわけではなくてですね、ポッポッと移動しているところも、まあ、2022年の5月31日の動画の中に見て取ることができます。でから、その姿を変えますね。ぼやーっとした白い丸で飛んできて、そして、中心部って小さくなって、また別の形になるということはですね、2021年の7月の、7月ですね、の、5月だったかな、ごめんなさい、どっちだったかの動画にも映り込んでいました。すなわちですね、姿を変えて飛ぶ UFO も、まあ、今回ですね、5月31日の UFO の中に映り込んでいました。そうしたことにね、注意しながら、また見ていただくとですね、新しい発見へとつながっていくのではないかということになります。つまり、まあ、今ずっと私が話してきたことはですね、まさにエイリアンテクノロジーということになるわけです。まあ、こんな概算しても意味はないわけですけども、おそらくこれから人間がですね、まあ、それが生命体であるにせよですね、あるいはクラフトであるにせよですね、乗り物ですね、であるにせよですね、人間がこれから何千年も何万年もかけてたどり着く、あるいは手にする、まあ、テクノロジーではないかと考えています。それは数字はね、あくまでも私の、まあ、憶測ということになりますけども、要するにこれから何千年何万年もかけて、やっとこれからずっと進歩進化してですよ、もうかかって手に入れるテクノロジーの
ちとってはないかと考えています。まあ、そういう難しい話はさておいてですね、今ちょうど左でダヴィンチの絵と、それから右で私の部屋を飛び回った、まあ、その物体を比較していただいていますけれども、私の部屋を飛び回った物体は回転しているがために生ずるギザギザのようなラインで持って飛んでいるのではないかということですね。ですから他のところでね、例えばこれからお見せする5月31日の事件の中でも、くる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 っと回転しているような様を見て取れるような、まあ、そのような遊び方をしている UFO をですね、皆さんにもご覧いただけると思います。ただね、ぼんやり見てるだけだとね、なんだただ単なるね怪奇現象じゃないかというふうに思われる方多いと思いますけれども、そんなところにね、まあ、注意深く、まあ、焦点といいますかね、関心を持ってですね見ていただくと、さらにまたその動画がですね面白くなるんじゃないかと思います。つまり真実あるいは事実の向こうには、その調べれば調べるほどまた別の真実あるいは事実が浮かんでくるということです。このそうしたその深みこそがですね、嘘と本当の話の私は違いではないかと考えています。もちろん私のこれからお見せする動画はですね本物です。私自身はそういうそのまあね、ことはできない、やらない、しない、しても意味ないということですよね。で特に今回はですね100、まあ、全体で40分足らずのビデオ代理だったんですけども、100機以上のそのホワイト UFO が映り込んでいます。そのうちのどれか一つでもですよ、どれか一つでもインチキデザラメ、私の捏造あるいは CG 合成による、まあ、画像であるとするならばですね、全てが否定されるだろうし、否定されても私は何も文句が言えないということになるわけですね。しかしですよ、逆のことも言えるわけですよね。私はいくら技術、まあ、コンピューターを、ね、操作する技術があったとしてもですね、たった一機でも CG 合成であのような、まあ、その飛び方をする物体をですね、自分のそのビデオ代理の中に、まあ、作り出す、捏造するということはできません。これはその技術はないわけですよね。まあ、ないといえどもその時間もないし、そんなことをする必要ないわけですよね。99機は本物なんですからね。たった1機のぐらいのことでね、全ての信用をなくすことの方が、まあ、いわゆる私にとっては大きな、まあ、比較にならないほど大きな損害ということになるわけです。つまり1機でもそんなことをする必要はない。それが100機続いているということはですね、仮に結構C 合成というのは簡単なようでも時間がかかるしね、またそのパソコン操作の仕方が違うわけですけども、簡単、まあ、皆さんご覧になってますとね、例えばよくCG 合成の映画なんかありますけども、簡単に見て大そうかっていう感じでふっすっと終わってしまいますけども、意外とね時間かかるんですよ。あれ細かいところまで注意神経払ってますとね。ですから例えばそこで10秒足らずの、シーンを作るのにね、2時間3時間場合によっては1日かかるということがあるわけです。言い換えるとですね、100機の UFO 動画、偽動画を作るなどということはですね、これはもう私の場合、皆さんもそうでしょう、かなりのプロでもね不可能なんですよ。ですから1機を作ったぐらいのことでね、あと、まあ、99機は本物だったというような論法でやるようなおバカなことは、いわゆるインチキする人にしてもやらないということですね。はい、まあ、ともかくもですね、まあ、ちょっとあえてこういうことを言うのもどうかと思うんですけども、まあ、これから お見せする動画の中でね、一機でも私が偽物を作って、それにまずそこの中に放り込んだということであるならばですね、私は率直に言います、私はその方に命を差し上げますよ。なおかつ今の私、この今もそうなんですけども、すごく爽やかでね、軽やかで、まあ、気持ちよくこうして皆さんに事実は事実として話をするということ自体がですね、私は、まあ、自分自身を第三者の目で客観的にね、そういうことをメタ認知能力をもってして、その自分を第三者の目で客観的に判断して、林博士はやっぱり本当のことを言ってるんだというふうに思うだろうし、思っていただきたいし、思って当然だと思います。いかがでしょうか。ちょっとね、まあ、回りくどい言い方しましたけれども、そういう意味でね、物体を貫いて飛ぶということがどういうことかということを、まあ、皆さんも考えていただきたいと思います。そしてこれ右はですね、1996年のですね、SS80 の中で飛び回った UFO ですね。その時私これ翻訳を間違えましてね、ハーフビリオンダラーが無駄になったというふうにナレーターの方とおっしゃったんですよ。その単位を間違えましてね、ビリオンというのは10億ですからね、ハーフビリオンというと5億ドルなのかな、
そうでした。また間違いそうですね。私、ビリオンというのは、まあ、全然縁のない数字だもんで、よくわかりませんけども、5億ドルって500億円ですからね、500億円のはずはないわけですよね。もっとかかってるかもしれませんよね。まあ、わかりません。5000億円ってことは何にしても、まあ、とにかく膨大なお金を使って、この STS-80 ミッションをコロンビア号がスペースシャトルですけどもね、それがしたわけです。その中に映り込んでいた、まあ、ちょうど、ね、右の方にそれをご覧いただいていますけれども、これはギザギザラインですね。ピッ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 とギザギザの光線みたいなものが、まあ、小さく点のように見えるのはですね、おそらく手前から向こうへ飛んでいるように3次元の方向に飛んでますからね、必ずしも2次元で左右に飛んでいるわけじゃないんですよね。まあ、そういうこともちょっとし、あの、かん、考えに入れながらご覧くださいね。それと同じものがですね、同じようにギザギザラインでその撮られてられたの、これはあの左下、あのその画面の左下に私の使っている集音器の表面に映し出された奇妙な奇妙なギザギザラインということになります。これは2019年の4月の14日ですね、勉強会に、まあ、たまたまですね、M みゆきさんという方がですね、スマホで私を撮っていてくださったんですけども、その M みゆきさんが撮られたスマホの中にですね、このように私の集音器の表面を走るギザギザラインが映し込まれていたということになります。それを皆さんに今ご覧いただいています。で、この形状がですね、まあ、いわゆるその同じだということです。で、私のスマホは集音器の方はね、まあ、より近くを飛んだんじゃないかと思いますけども、まあ、こうした怪奇現象がですね、4月14日、2019年の4月14日に、さまざまな形で、飛び回ってですね、で、フラッシュ光が2人、透明人間が1人、それから窓、スクリーンの上を、ね、飛んだのが1人、それからというような感じで、さまざまな現象がこの日に起きましてね、その一部がこのような形で、右下、今、右下に移動しましたけれども、まあ、スマホの iPhone ですけれども、それに映し込まれていたということになります。まあ、今回5月15日はこれに似た光は現れませんでしたけれども、他のいろんな、先ほど言いましたように、まあ、いろんな現象を伴ったその超小型の物体、なおかつ中にはですね、くるくると回転しているように思われるものもありました。で、これからそれを皆さんにご覧いただきます。なお、これからお見せする動画は、これは高精細ハイクオリティ版ではありません。で、ハイクオリティ版の方はですね、林博のホームページの方から古代文明進んでください。その第1ページ目に、いわゆる、まあ、メニューの一覧表が出てきますから、その中にね、出てくる、まあ、動画を紹介している動画をですね、見てくださればですね、高精細の、まあ、皆さんのね、検証に耐えうる、まあ、精査に耐えうる、まあ、動画を皆さんに、まあ、そのまま提供しています。どうか調べて、お調べになってくださいというのも昔の話ですけどもね、まあ、それ言い換えるとね、私を疑ってくださいということになりますからね、私としても、まあ、どうぞ、まあ、そういうことはないですね、もうね、まあ、どうぞどうぞご勝手にというと、またこんなこと失礼になりますからね、言葉というのは難しいですね。まあ、皆さんの中でね、よし、もっと検証してみようと思われる方がいらっしゃいましたら、どうかご検証なさってください。まあ、その言い方がいいですね。では、今日のビデオであり、これで終わります。 Bye for now. いるということが分かるのではないでしょうか。あるいは一本の直線的なって言いますか、線ではなくてですね、細かい線がですね、集まってこのような線を作っているということになります。ギザギザとしているということですね。左下の写真なんか分かりやすいんじゃないかと思います。で、右下が、これが集音器に映り込んだ開口ということになります。ギザギザラインである点に注意してください。で、中央の写真を右に拡大してみました。で、よく見るとですね、ぼやぼやしていますけども、基本的にはギザギザラインのように見えます。つまり、私、林博士は、この両者の光は同一、あるいは類似の光と判断しました。まあ、こうした光がですね、つまり開口が STS-80 ミッションの周りに現れた。そして2019年4月14日の私の勉強会の席で現れたということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now.
話を元に戻します。左がですね、アンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵の最上部に描かれている、まあ、奇妙な光線ということになります。中央が2020年10月24日に私のこの書斎に現れた光線ということになり、右がですね、1996年スペースシャトルコロンビア号による STS-80 ミッションの中で撮られた光線ということになります。この3者が酷似している点に注意してください。裏を返して言うと、なぜアンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチはこのような光線を描いたのか、あるいは描くことができたのかということになります。まあ、この部分はですね、100歩譲って偶然の一致と考えて良いわけですけども、ではその上の鳥は何かということになります。で、その鳥について考えてみますが、この絵の中ではその上の部分が手だけが表示してあって何も書いてありません。まあ、これについてはですね、別のところで私が証明しましたように、聖なる霊、聖霊、ソフィアということになるわけです。まあ、そのソフィアの手と考えて良いわけですね。つまり光の神と私は理解しています。姿も形もなく、ただ単なる、まあ、光、霊的な存在であるというわけです。あのウォート・ディズニーがですね、最高幹部を務めていたグノーシス主義、あるいはグノーシス教によるその霊的な神についての説明をですね、ここにつなげておきます。アルトラカルチャーノースティックウェブサイト writes as follows: The Gnostics believed that the world was created by an evil demiurge, usually identified with the Old Testament creator god Jehovah. The true higher god was unknowable, infinite, unchangeable, and undefiled, and had a feminine counterpart, the creative force or Holy Spirit Sophia. 超神秘グノーシスサイトによれば、次のようにあります。グノーシス派は、この世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じていたが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく、汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという名前の女神を連れ添っていたと。そして中世の画家たちはあちこちの絵画でその鳥を表現していました。
ここでノースティシズム、つまりグノーシス教について説明しておきます。あのシェイクスピアもグノーシス教の信者であったということになります。そのシェイクスピアが書いた14行詩の表紙の上にはこのような絵が飾ってあります。この絵の中央に奇妙な動物が描かれています。右はグノーシス派のウェブサイトに紹介されている絵です。その絵の中にも同じ動物らしきものが描かれています。守護神なのか、それとも対立する悪魔なのかは分かりませんけれども、同じものが描かれているということですね。まあ、こうしてシェイクスピアとグノーシス派が、あるいはグノーシス主義がつながっていくということになります。そしてもう一枚、グノーシス主義のウェブサイトにはこんな絵が紹介されていました。最上段、7人の天使がいます。そして7本の柱です。そして7人の聖者ということになります。そして階段も7段です。7にこだわっています。つまりこうした数字は偶然にそういうふうになっているのではなくて、あえて意図的にそのように仕組まれているということになります。そして最上段中央に注意してください。ここには神とそして鳥が描かれています。神と鳥が描かれています。左はベロッキオとダヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵です。その絵の中にも同じようなものが描かれていますけれども、手だけしか描かれていません。では誰の手かということですけれども、このグノーシス主義のウェブサイトに載っている絵を重ね合わせてみますと、その上には神がいる、いたということになります。旧約聖書の世界ではエルシャダイイコールヤーウェ、全知全能の神ということになりますが、グノーシス主義のウェブサイトによれば、さらにその上位の霊的な、つまりスピリチュアル的な神、ソフィアということになります。ここで初めて私の一連の動画の中で霊的な神というのが出てきました。他の人が言っているのではありません。シェイクスピア、ダヴィンチ、ミケランジェロ、そしてウォルト・ディズニーと絡んだその構図の中からソフィア、ホーリースピリットが出てきました。超神秘グノーシス、グノーシス派サイト、その中には次のようにあります。無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろう。グノーシス聖典と。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のさらにより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っていた。真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、その
デミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、創造の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになる。と。こうした事実をどう捉えるかですけども、あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義の支持者、あるいは信者、あるいは最高幹部であったと言われています。これがその証拠写真です。右から2人目がウォルト・ディズニーです。そしてそのウォルト・ディズニーは代表作「ファンタジア」の中で悪魔の山を描きました。どうしてこれが悪魔の山なのか。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵ですけども、その中央に全く同じ山が描かれていました。by 林博士発見です。そしてこの両者は 1+1 でストリックス、つまり魔女であることを示していますが、その中央にこの山が描かれています。つまりこの山は悪魔、魔女の山ということになりますが、それを発見したのも私、林博士です。つまり私、林博士が発見する前にこれが悪魔の山であることを知っていた人はいないということになります。当然ウォルト・ディズニーもそれを知らなかったはずですが、そのウォルト・ディズニーは自分の代表作のファンタジアの中にこの山と同じ山を描き、それをボールド・マウンテン、つまり悪魔の山と位置づけています。これは偶然の一致なのでしょうか。左がダ・ヴィンチの受胎告知の中に描かれている山です。右がウォルト・ディズニーがファンタジアの中に描いた山です。皆さん自身の目でしっかりと見て確かめて確認してください。これは偶然の一致と言えるのでしょうか。あるいは結論ということになりますが、もう一度最初にお見せした絵をご覧ください。これはグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている神と鳥です。上に神がいて鳥がいます。同じような絵をベロキオとダ・ヴィンチが描いています。手と鳥が描かれているだけで、その上が描かれていません。で、その絵にグノーシス主義のウェブサイトに載っている神と鳥をこうして重ね合わせてみます。これで辻褄が合います。つまりここに描かれているのはエルシャダイのエホバではなくてヤーウェではなくて、実はグノーシス主義によればですね、ソフィアということになります。さらにその上位のスピリッツ、霊の神、ホーリースピリッツであるということになります。つまり神の中の神、さらにその上位の神ということになります。こうした事実をどう捉えるか、あるいはどう信ずるかというのは、ひとえに私たち自身の個人の問題ということになりますが、無視することもできません。1500年後のイエスの操り人形と判断したダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そして1600年後のイエスの操り人形と判断したシェイクスピア、そして現代のウォルト・ディズニーが絡んでいるだけに、無視することもできないのではないでしょうか。ということで、今日は聖なる霊、ソフィアの話をしました。私の動画の中で繰り返しになりますが、霊という言葉が出てきたのはここが初めてです。で、現実なのか非現実なのか、つまり人間世界の方が現実で神の世界の方が非現実なのか、それとも人間世界の方が非現実で神の世界の方が現実なのか、どちらなのか、あるいはそのように判断することは間違っているのか、いろいろと考えさせられます。 Bye for now。
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But then you come, and I'm filled with wonder. Sometimes I think I glimpse eternity. When I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.気持ちが落ち込んで心が疲れたらね、苦しい時やそれに辛い時にはね、私はじっとして静かに待つようにしているよ。あなたがやってきて私のそばに座ってくれるまでね。あなたが私を励ましてくれるんだよ。だから私は山の上にも立つことができるんだよ。あなたが私を励ましてくれるんだよ。だから私は嵐の海の上を歩くことができるんだよ。私がね、あなたの肩の上にいるときはね、私は励まされ、自分以上の私になることができるんだよ。孤独でない人生なんてないんだよ。その時々においてジタバタしているから、みんな中途半端で終わってしまうんだよ。でもね、あなたがやってくると私は不思議で満たされるようで、時々そんな時、その向こうに私は永遠を見るんだよ。気持ちが落ち込んで心が疲れたらね、苦しい時やそれに辛い時はね、私はじっとして静かに待つようにしているよ。あなたがやってきて私のそばに座ってくれるまでね。広志林、浜松シティ、ジャパン。
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up
to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But then you come, and I'm filled with wonder. Sometimes I think I glimpse eternity. When I'm down, and oh my soul, so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.
It was 4:30 p.m. on May the 31st, 2022. It was when I was making a video diary. At the time, even in the first 5 minutes alone, a video camera was filming small UFOs flying around in my room more than 60 times. Immediately after I started shooting with the camera, I noticed that small UFOs were flying around. I'm showing you what happened at that time. Please watch the first 5 minutes of the video. This video is original as it is. I do not edit or process this part of 5 minute long video at all. The small UFOs I'm showing here are the same as the small UFOs that flew around in my room in November 2018, April and October 2020, and May and July 2021, which have determined them to be small UFOs. Those UFOs happened to be shot on my video camera, which I have often introduced you in the past. So, this time, just yesterday, May the 31st, 2022, such small UFOs were shot on my video camera. I was a bit surprised to know that no sooner had I started shooting the video camera than a small UFO was shot on my camera. As I wrote here, the small UFOs are shot more than 60 times in total from the moment I started shooting during the following 5 minutes. First of all, I would like you to confirm how this incident happened to me. Since the movement is so quick and fast, then you are advised to see them in more detail by slowing down 1/4 playback speed. The verification of small UFOs shot in this camera on this day is to be done after the 5 minutes. And you can watch the video diary number 02091A on Hiroshi Hayashi's homepage or my website, for which I thank you very much. This video is about 40 minutes long in total, and you can see many more small UFOs in the video diary.2022年5月31日の午後4時30分頃のことです。私がビデオ日誌を制作している時のことです。その時、最初の5分間だけでも約60回以上小型の UFO が私の部屋の中を飛び回っている様子がビデオカメラに撮影されていました。カメラで撮影を始めたその直後から小型の UFO が飛び回っているのが分かりました。その時の様子を今皆さんにこうしてお見せしています。最初の5分間の動画をまずどうかご覧になってください。なおこの動画は元のオリジナルの動画そのままです。私の方でその動画に編集加工など一切していません。なおここに私がお見せしている小型の UFO は2018年11月、2020年4月と10月、2021年5月と7月に私の部屋の中を飛び回った小型 UFO と同じものであると私は判断しています。
それらの動画は偶然私のビデオカメラに撮影されていました。またそれらの小型 UFO については皆さんに動画としてたびたび紹介してきました。で、今回つい昨日のことですが、つまり2020年5月31日、このような小型 UFO が撮影されていました。今回の撮影で特徴的なことは、小型 UFO が集中的に多数撮影されていたという点です。ここにも書きましたように、撮影を始めたその瞬間からそれに続く5分間の間だけでも合計60回以上も小型 UFO が撮影されていました。まずその様子を皆さんにもしっかりと確認していただきたいと思います。動きが早いので YouTube でご覧になっている方は 0.25 つまり4分の1スロー再生速度にしていただくと、その様子をさらに詳細に見ていただくことができると思います。なお、この日動画に撮影された小型 UFO 群についての検証はその5分間の動画の後にします。なお、その問題のビデオ日誌ナンバー 02091A は林博のホームページの方でご覧いただけるようになっています。全体で40分ほどの動画ですが、その動画をご覧いただければさらに多くの小型 UFO を見ていただけます。広志林、浜松シティ、ジャパン。では検証を続けます。ビデオカメラをですねオンにした瞬間から
すでにこの物体は映り込んでいたということになります。でこの現象はですね、2021年5月の時もそうでした。3度ぐらいビデオカメラを撮り直したビデオを撮り直したんですけど もうその最初の1回目のもう初めからこのような物体が映り込んでいました。で今回もですね、まあ、こうしてノーカットで皆さんにご覧いただいてますけども、もうその画面の中にこうしたものが映り込んでいたということですね。そして、まあ、その画面の端から端まで行くのもありますけども、ほとんどはですね、途中から現れてまた途中で消えていくというような現象を見せています。あるいはモニター画面の中から出てきたのかもしれません。で今このような形でですね、ビデオ、まあ、でその指示通りするときにですね、このように、まあ、自分で合図しながらそして撮ったわけですけども、まあ、皆さんの中にはですね、多分誇りではないかというふうに思われる方も多いと思いますけど、この日はですね、まあ、南側ですね、向かって左側のですね、窓をですね、手前の方を10センチほど開けていました。大変いい素晴らしい日でしてね、風はほとんどありませんでした。まあ、そういう日だったんですね。で、埃であるならばですね、全体にその埃があちこちに現れるわけですけども、まあ、私はそうでないと判断しました。その理由はですね、これから皆さんにゆっくりと話したいと思います。物体によってはですね、真横あるいは上に向かって飛んでいるのもあるということです。これ全体に向かって右から左へ飛んでいるわけですね。この、まあ、現象はですね、今までのその現象と大変よく似ています。全体的には向かって右から左の方にその物体が移動しているということですね。で、まあ、いろいろと検証しているわけですけども、見たわけですけども、明度を上げたりコントラストを上げたりガンマを上げたり下げたりしていますけども、色にはですね、手をつけていません。例えばここに今薄い物体が飛んでますけども、拡大するとこのようになっています。球形と言ったらいいんでしょうか。円形というよりも球形だと思います。で、まあ、その 前回までのね、この物体は例えば机の中を通り過ぎたり、モニターから突然現れたり、あるいはモニターの中に消えたりというような現象を見せていたわけですけども、今回も私は同じ物体だと判断しています。まあ、同じと言いますかね、ということなんですね。でここで注意していただきたいことはですね、これは色を変えたわけじゃなくて、コントラストを上げてやや明るくしてなんですけども、緑色の物体であるということですね。で拡大して皆さんにご覧いただきます。で1/8やそれがさらに1/2スローにしたわけですね。そしてこの物体が映っていたわけですけども、やや緑っぽいところですね。これは2020年4月に映り込んだ物体と特徴を共通するものであるということになる、なります。でこの緑の、まあ、周りが白くて周り、まあ、中央がですね、緑の物体はですね、2019年の4月の岐阜海で現れた物体の、まあ、目撃者の証言と一致しています。つまりあの時のあの証言はですね、正しかった、あるいは、まあ、嘘ではない、少なくとも嘘ではなかった、もっと言えば本当であった、真実であったということになるというわけですね。それについての詳しい内容はですね、私のホームページの古代文明のところにすべて収録してありますから、ご覧になってください。ドーナツ型 UFO と私は判断しています。でさらに、まあ、奇妙な現象が続くわけですけども、でこの物体はどこを飛んでいるかですけども、後から紹介しますけども、私と、まあ、モニター画面の間を飛んでいる物体についてはですね、モニター画面がですね、ちょうど鏡の役目を果たしているということなんですね。その物体の反射光がですね、かすかですけども、そのモニター画面の中に映り込んでいるのもありました。で今矢印をお見せしますけど、今度は下の方を見てください。これ水平に飛んでいるわけですよね。ゴミであるならば、あるいは埃であるならば、このような飛び方はしないということです。
プレイバックしてます、リバースしてます。もう一度見てください。そしてこれはどこからか空中から現れて、そして空中へ消えていくということですね。もう一つ注意していただきたいことはですね、この物体はですね、回転しているように見えます。今度は上から下へ行きますけども、これも回転しているように見えるわけですよね。明るくしてみましたけども、回転しているように見えます。この回転している様子はですね、やはり今までに私の部屋に現れた物体の特徴と一致しているということになります。で、さらに2分の1、まあ、全体で10分の1スローにしてご覧いただきます。そして、まあ、回転しているがためなのか、それとも透明度が変わるためなのか分かりませんけれども、明るさが変わるという感じですね。そして左の下の方に流れていきます。回転しているように見えます。で、拡大してみます。10分の1スローです。何かしらこう小さな水晶玉のような感じをのような感じがします。水晶玉というのは光の方向に対して反対側が明るくなるという性質がありますけれども、この部屋には太陽光線は入っていませんでした。あの後半でね、あのカーテンの隙間から太陽光線が私の顔には当たりましたけどもね、このビデオダイアリーの50分近い、40分から50分のビデオダイアリーの後半部では太陽光線は私の顔に当たりましたけども、部屋の中には太陽光線は入っていません。で、私自身はですね、目の前を飛んでいるはずなんですけども、全く気がつきませんでした。まあ、そのこうしたものがですね、目の前で光ったり飛んだりしているしていればですね、まあ、その点は私はかなり無頓着な人間なもんですからね、気にしないで、まあ、日常生活を送っているということもあるわけですけども、こうしたものにはですね、全く気がつきませんでした。で、最初の5分で60回ぐらい数えましたぐらいの場面で、その物体がですね、まあ、このような物体がですね、映り込んでいるのを確認しました。で、それ以後10分過ぎますと、まあ、数が少なくなってですね、その40分から50分のビデオ台の中ではあまりそのなってますか、最初の方でね、まあ、驚いたということもありまして、あまり注意してまだ見ていません。しかし最初の5分ぐらいのところで、まあ、集中的にこのような物体と言っていいだろうと思いますけども、そういうものが映り込んでいたということになります。で、もう一度ここに注意していただきたいんですけども、このやはりこの椅子のって言いますかね、座席の後ろから現れて、顔の私のですね、向かって右側の左側面の顔に消えていくということはですね、今までに3回ありましたね。3回あって、これが今回4回目ということになります。今度は頭の中に消えるというよりも、頭の手前の方を通ってスーッと消えていったという感じがします。あるいは顔の中に、私はあの頬の中にね、あの消えていったというふうに判断しています。まあ、その今これご覧いただきますけども、頬の中に消えていったということですね。顔の前を横通り過ぎたということではないようです。私の左の頬ね、その中に入っていったという感じがします。つまりですね、こうした物体はですね、今までの検証の中でも証明しましたけれども、モニター画面を自由に通り抜ける、あるいはそのテーブルをですね、自由に通り抜ける、あるいは私の体を自由に通り抜けるというような、いわゆる、まあ、はっきり言えばエイリアンテクノロジーを持った物体であるということになると私は判断しています。で、ややこの辺りで物体の出現数が減りました。で、今も言いましたように、いつもこうしたその動画ですよね、はその後で見て分かった、発見したということなんですよね。で、何かしらその私今思い出しますとね、昨日、まあ、この動画を撮っている時に何か変な感じがするなというようなことはですね、どっかで思いましたけども、そうした思いというのはですね、まあ、時々誰にしもあるものではないでしょうかね。しかしその時は全く気がつかなかったということですね。で、まあ以前はですね、勉強会でこのような物体が現れたときにはですね、
2018年の7月からずっと続けて1、2、3、4、5、6回現れたわけですけども、その時はですね、イキキ、火星人イキキの話をしている時に現れたということですね。ただ、2019年の9月はですね、最初から最後までイキキの話をしていましたから、まあ、イキキの話をしている時に現れたということではありません。でもう一度別の場面で皆さんに見ていただきたい、ところがあります。ここですね。で今ぼんやりとして映ってますけども、この物体が水平に動きを変えて、そしてやや動きを上に変えていくわけですよね。こういう物体も映り込んでいたわけですけども、このままではよくわかりませんので、まあ、もう一度見ていただきますけども、まあ、明度を変えてコントラストを上げたということですね。まあ、それ以外一切その、まあ、いわゆる色を加えたりというのは、まあ、編集はしていません。で非常に透明感のある物体だということですよね。もう一度ご覧になってください。そしてよく見るとこう回転している感じがします。この回転している物体というのはですね、ISS から STS-80 ミッションですよね。あの宇宙スペースシャトルコロンビアですね、1996年に撮影された、まあ、その当時は宇宙ボタルと言われていましたけれども、そこに映り込んでいた物体の様子と大変よく似ているといいますか、私は同じであると判断しました。そして、今度はですね、ISS 第53回ミッションの時に、あの ISS 内部で撮られた物体とも特徴、性質、飛び方、感じが一致しています。その動画も別のところで紹介しています。まあ、そちらの方もですね、合わせてご覧いただくと分かる。今ちょっとね、見ていただけましたかね、いわゆる飛んでいるものは手前に飛んでいるんですけども、その反射光のようなものがですね、モニター画面の方に映り込んでいるということですね。つまり手前の方をその物体が飛んでですね、そうですね、今平行して走っているの分かりますか。ここで A と A' を注意してください。それで A が左下に流れていくと A' も下に流れていく。すなわち A の方はですね、空中を飛んでいて、 A' の方はですね、その光を受けて反射している鏡のようにね、モニター画面が、まあ、機能しているわけですけども、映り込んでいる物体ということになるわけです。つまりこの物体はですね、空中を確かに飛んでいたということになるのではないでしょうか。まあ、上に現れたのはこれまた別の物体ということになります。まあ、こうした物体がですね、昨日2022年の5月31日に私のモニターに映り込んだということになります。これは先ほどお見せした画面のどういうわけかここに入ってますけども、まあちょっと私の方の編集ミスかもしれません。ともかくも水平に飛んでやや情報に方向を変えているということになります。今回はですね、周囲の空間が歪むというような現象は私は、まあ、確認できませんでした。あるいは後方にね、光のパウダーを撒き散らすというような現象は今回は確認できませんでした。もう少し、ね、別の角度から検証してみれば、そういった現象も現れるんじゃないかと考えています。ともかくもですね、昨日このような、まあ、UFO 群といったらいいのかな、それがですね、私の部屋を飛び回ったということになります。で、まあ毎回言ってますかね、いつも、まあ、こういうことが立て続けにこのところ起きてまして、2022年の4月16日にはですね、直径が15センチから20センチほどのね、同じような物体が寝室の窓の外にホバリングしているという事件も起きています。その時は私とワイフがそれを目撃しています。とても静かで、まあ、ちょうど今ご覧いただいているような白い、私は見た瞬間、蛍光灯の光だというふうに思ったのを覚えています。まあ、そういうことが起きているわけです。その時はカメラがですね、カメラを横に置いておいたんですけども、まあ、なんて言いますか、全然その写真を撮る気は起きませんでした。ただぼんやりと見ていて綺麗だなって、ワイフも全く同じように美しい光だというふうに、まあ、見とれていたと言いますかね。で、そのうち10分か15分している間に眠ってしまいました。時刻は午前4時です。それ以後もね、ほとんど毎晩のように午前4時ごろに目を覚まして、
窓の外を見たんですけども、同じような光がその外を飛んでいるのを見ることができませんでした。それからちょうど1ヶ月と15日ですよね、昨日2022年の5月31日にこのような物体 を私の書斎でまたって、まあ、5回目になりますかね、これでね、6回目になりますね、に捉えることができました。私の率直な印象としては嬉しかったですと同時に、まあ、これを確認した後ですね、天の方に向かって何度も何度も感謝の祈りを捧げました。まあ、つまり大変素晴らしいものを見せていただいてありがとうございますという感謝の気持ちですね。と同時に、まあ、それはまだ公表する段階に来てませんけども、今また左の方に飛んできましたね。今年の2020年の1月から3月までにはですね、続けてほとんど毎朝ですけども、まあ、ある現象を経験させていただきました。ただそれはですね、まあ、今の段階では皆さんに公表できません。で、最後に一言、なぜ昨日この物体が現れたかについてはですね、実は理由が分かっています。しかしそれについてもですね、今しばらく公表するのを公開、まあ、公表ですよね、するのをお待ちください。まあ、時期が来て、その時が来たら皆さんにきちんと話ができるようにします。今右から左ずっと飛んできましたね。まあ、こうした今度はまた左上の方で飛んでいきます。で、全体に今まあ、このままではその緑っぽい様子をですね、見ることはできませんけども、全体に緑っぽくて周りが白ということですね、いわゆるドーナツ型の UFO ということになるわけです。これは2019年の、4月です、9月ですね、9月に、まあ、その物体がですね、会場の前ですね、私の左右にですね、20分近くホバリングしているのをですね、私のワイフも含めて2人がですね、目撃しています。とても美しいコバルトブルーのグリーンだったというふうに2人の方は証言し、2人ともですね、別々に絵を描いてですね、私に見せてくれました。まあ、そうした事件の内容とも一致していくということですね。同時に形、光り方、様子がですね、1996年の、コロンビア号ミッションで SDS80 ミッションの中に映り込んでいた物体と一致します。それはまた別のところで紹介しますので、まあ、今日の、ね、動画の中で紹介しますので、またそちらの方をご覧になってください。
Thank you.